手が冷たい。京王道路下の船がクリスマスツリー、はい、クリスマスデコレーションになりました。今日はちょっと時間あるんで、お昼までチャリンコでフラフラしてみようと思ってます。 TBYE バッテリー残量 30%、車載はいつもの GoPro です。車載方法はこちらの動画をご覧ください。非常に安定した画像が撮れます。お宣伝はここまでにしといて、今日はどこ行こうかな。ちょっと1時間ほどフラッと行っていきたいなと思います。12時に戻って、なんか揚げ物買ってきてあるっていうんで、それを食べようと思います。市場まで参りました。今日は水曜日だからお休みか、そうでもないか、やねえ、水曜日ってお休みだっけか。まあいいや、切っていこう。でもまた今日もお財布持ってないから何も買えないけどね。大売り出して出てるね。見るだけ見てみようかなと思います。やっぱり水曜日だからお休みのところも多いのかな。蕎麦屋さん、あ、ここはペイペイとか使える。そうだ、鍵閉めてね、チャリ。お、よかった、あったあった、鍵閉め忘れてたよ。よいしょ、鍵持っていこう。もう正月の関係が多いかな。市場カフェ、でもお金持ってません。水日定休だって。今日はお休みってことですね。お、かっこいい。市場カフェ、はい、今日はお休みです。市場の中には郵便局もあるんですね。じゃあ帰ろっか。11時15分。今文字盤はこんなのです。そうそうそう、ちょっと前にインストールしたマイルスというアプリなんですが、運動した歩ったり走ったり、まあ車での移動も含めてなんですけども、飛行機も入ってたかな。それでマイルがもらえて、そのマイルで何かと交換するという、そういうアプリなんですけれども、ちょっと使ってみましてね、とにかく電池くんですよ。常に位置をトラッキングするもんですから、バッテリーが1日持たないような感じです。GPS を常に使ってるっていうことになってるみたいなんでね。そんなんでバッテリーのストレスがかなりでした、はい。で、まあそれに見合ったものもらえるとかね、それならいいんですけれども、とにかくその交換率っていうんですか、それが悪いんですよ、めちゃくちゃ。Amazon のギフト券100円とかをもらうにもすんげえマイルを貯めなきゃなんないし、あとそのマイルで
を使うってなんかもらえるとかではなくて、抽選に参加できるとか、あとお店での割引が効くとかなんですよ。こんなんでね、割引効くとかいうのは今の LINE のお友達になったりとか、そういうことすれば十分普通にありますし、ちょっとね効率が悪すぎる、商品交換商品があまりに、まあ言っちゃ悪いけどせこすぎるような感じだったんで、アンインストールはまだしてないか。とりあえずトラッキングはしないことにしました。よいしょっと、どこだ、ショット。そういう感じですね。トラッキングせずに、まあその抽選とかに申し込める分マイル貯まったらアンインストールしちゃおうかなと、マイルを使ったらねアンインストールしちゃおうかなと、そんな風に思っております。日経トレンディで来年本命的なアプリみたいのでドンと出てましたけど、僕にはちょっとその価値が見出せないようでございます。はい、以上マイルズのお話でした。特に目的もなくぐるぐる走ってまいりました。もう間もなくゴールです。船茶屋のところまで来ました。今11時半過ぎたんで、もうオープンしてるかな。あ、のれん出てますね。のりちゃんがいました。のりちゃんなんてなるなるしい言い方してますが、いらっしゃいましたね。お、船橋ナンバーのナンバーも船橋だった。すんげえ鳥がいっぱい、鳥の水場になってますね。後からカモメから、カモもいるか、あとは分かりません。今日もこの子と遊んできました。あ、40分くらいかな、ちょっと息切れてますけれども楽しかったです。意味もなくフラフラ走ってきました。バッテリーは 5% 消費したぐらいでしょうかね。これが本日の車載セットでございます。 GoPro とワイヤレス GoTo 他いろいろアタッチメント使ってます。詳しくはこちらの動画にありますのでご覧ください。これで完璧な動画が撮れます。今日もいいお天気です。さあお家帰ってお昼にしましょうか。今日は深夜です。バスが、お仕事が深夜バスでございますので、24時50何分まで、ほぼ25時までのお仕事です。起きてられるか心配ですが、とりあえず行ってみます。ではありがとうございました。